もう受かっても涙だし、落ちても涙だし。私もね、会社の休憩室で一人泣いてましたね。はい、ゴルフの楽しさを伝えるゴルフエヴァンジェリストのりょうです。2024年の JLPGA 最終プロテスト、最終日の結果をお伝えしたいと思います。これで、プロテスト受かった。 落ちたが完全に決まりました。結果はこちらです。はい、トップ通過は寺岡さやかちゃんですね。去年1打差で落ちたんですけどもね。落ちてからね、去年2日間もう寝込んでしまいましたと言っていた寺岡さやかちゃん、トップ通過を果たして、昨日もお伝えしましたけどね、もう11月19日から QT が始まります。 ファーストステージね。だけど、寺岡彩花ちゃんだけ、この1位通過の選手だけ、ファーストステージ免除。で、翌週の11月26日から QT のファイナルステージ、こちらから出場することができます。でかい。これはでかいんですよ。安倍みのおっぱいぐらいでかいです。本当に。<laughs> 本当でかいですよ。ファーストステージ、 もう各地区、まあ3地区に分かれてやるんですけどもね、もう100人ぐらい出るわけですよ。その上位に入って、ファイナルに進むと。この上位に入れない人たちが、まあ多いわけですよ。もう、あの、分の、あの、何ぐらいまあ20人ぐらいか。20人から30人ぐらいですかね。まあ30人まではいかないか。 あの、ファイナルからもうすでに出れる選手って決まってるから。あのー、シード選手だった人がシード落ちした選手、あの、シード落ちした場合ね、そういう選手たちはファイナルステージから出,出られます。それと、全部終わってからメルセデスランキング56位から70位までの選手はファイナルステージから出られます。ファーストステージは免除です。だからそういった人たちが入ってくるんで、30人各地区で、あのー、 ファイナルステージ進出となってしまうともう多くなっちゃうんでね。30人は、あの、ファイナルに行けないと思うんですけど、それをクリアしてファイナルステージ行かなきゃいけないっていうのがあるのに、寺岡さやかちゃんだけは、ファーストステージ免除、いきなりファイナルステージから出られるという特典がつきました。それだけですね。特典といえば。あとは、まあ、1通過だから。 より他の選手よりは注目されるっていう点はありますけどね。もう何年経ってもこの年に受かった、プロテスト受かった選手でトップ通過だった選手っていう具合にあの何年経っても結構あの言われることがありますけどね。そして今日ト,トップだった、トップだったというかあのベストスコアですね。今日6アンダー出しました。徳永あゆみちゃんですね。これ色つけてある選手なんだかわかります 緑色に塗ってありますけど、名前のとこね。これ何かっていうと、2005年度生まれです。2005年度生まれというと、去年高校3年生で、あの、プロテスト受験できた子です。で、まあ、去年受からなかった子ですね。で、今年、まあ、高校、今年の4月、まあ、3月か。今年の3月に高校を卒業した子たちですね。 はい。高校卒業して1年目でプロテスト。2回目の受験がほとんどですね。まあそういった子たちが今回多かったということです。もう緑に塗ったらあの選手たちみんな2005年度生まれですね。荒木優奈ちゃんは去年1打差で落ちた選手です。はい。あ、1打差、打差って言っても荒木優奈ちゃん1打差で3日目でカットされてしまった。 最終日プレイできなかったんですよ。まさかこの子がと私は思いましたけどね。はい。で、あのー、山下小春ちゃんね。6位の山下小春ちゃん。これで小春って心が温かいで、小春ちゃんと読みますけどね。この子も2005年生まれ。1打数で落ちてます、去年。もう一人、イリア・ヒビキちゃん。この子も2005年生まれ。で、1打数で去年落ちてます。 はい、昨日紹介した中村心ちゃん。この子は、まあ、2005年度生まれですね。2005年10月生まれだからもう、あの、誕生日来てますからね。あの、19歳になりましたね。目標とするプロゴルファー。小岩さくらさんですと。うん、いい子だと <laughs>。昨日紹介しましたけどね。はい。まあ、こういう選手たちが、あの、2005年度生まれになりましたね。2005年度生まれ多いね。うんと。 で、寺岡紗やかちゃんは、あの、2位香ちゃんと同級生です。あの、高校が一緒なんでね。あの、だから、川崎春ちゃんの1個上の先輩になりますよ。あの、川崎春ちゃんは後輩なんですよ。寺岡紗やかちゃんはね。顔は、あの、幼い顔してるからね。あれだけど。寺岡紗やかちゃんの方が先輩なんですよ。1個上の先輩です。はい。そして、ダイヤモンド世代になりますね。宮古麗花ちゃんはね。だから言ったじゃん。 もうプロテスト免除でいいって、宮古玲華ちゃんは、と思いましたけどね。まあ私の声なんか JLPGA には全然届かないわけですよ。<laughs> はい。もうちょっとチャンネルがね、影響力のあるチャンネルになれば別かもしれないですけどね。まあ、あの、しばらくかかるだろうな、と。しばらくかかるどころか、まあ、あの、そうならないで、あの、亡くなっていくんだろうな、とかって思っちゃうけどね。 それと7位対あのー、白抜きの選手ですね。中、中地萌え選手。この子黄金世代ですね。まだいるんだよ、黄金世代。98年の生まれが。そして西澤あゆみちゃんは、この子は2002年度生まれですね。寺岡さやかちゃんと同級生ですね。はい。こういう選手が受かりました。で、次のページ見てください。はい。福田めいちゃん。この子は現役高校生です。 それと、加藤玲奈ちゃん。この子も、現役高校生、二人受かってますね。それからこの、大久保ゆずきちゃんが、5アンダーから出て、5オーバーですよ。この子、ダイヤモンド世代ですね。はい、いやー、最終日にこれ来ちゃったら、いやー、ちょっと、本人は、もう、こう、プレイしててさ、 気が気じゃなかっただろうね。もうカットラインとかさ、普通の大会と違うから、リーダーボードとかないでしょ、どうせ。いや、私ダメかも。<laughs> トップの寺岡さやかちゃんでも何が起こるかわからないし、また去年みたいに1打差で、あの、落ちちゃったらどうしようって緊張しましたとかって言ってたからね。その寺岡さやかちゃんでさえだよ、もう。10アンダー出してる寺岡さやかちゃんでさえだからね。 イーブンでプレイしてるときはかなり痺れたと思いますよ。はい。そして山口鈴香ちゃん、予想通り受かりましたね。日本のプロテストも受かり、そしてアメリカツアーの最終予選にも進出しております。原栄香ちゃんとね、二人二次予選通過しましたからね。実力者ですよ。はい。山口鈴香ちゃんとその下の神谷奈恵ちゃんは、 2000年生まれですね。プラチナ世代。まだいるんだよね、プラチナ世代。他にもいると思いますよ、まだね。はい。それと、飛ばし屋、前田玲奈ちゃんもね。この子も2005年生まれです。あ、ちょっと緑にするわ、忘れましたね。ごめんね、玲奈ちゃん。<laughs> 260ヤード平均で飛ぶからね、この子ね。飛ばし屋ですね。それと、おととしの、 三菱電機レディース、渋子ちゃんと同じ組に回った小又柚葉ちゃんが、まあこの子、今日3つ落としたけどね、なんとか通過しましたよ。まあ去年初めてね、受けて、あ、この子も色変えるの忘れた。2006年生まれなんだけど、3月生まれなのでね、2005年度生まれということになりますね。前田玲奈ちゃんと小又柚葉ちゃんは同じ。 2005年度生まれになります。はい。そして、苦労人がやっと受かりましたね。神どうぞの香澄選手。や、この子ね、96年生まれなんですよ。9回目、今回で9回目、ようやく受かりました。いや、こういう選手もいるんですよ。9回目です。はい。まあ、去年ね、 石田選手が30歳になりますという、あの、でもルーキーですよという、あの選手が受かったりもしてましたけどね。まあこういう選手もいます。9回目でようやく受かりました。そして私が激励して、5アンダー出しゃいいんだよと私昨日言いました。もしカットラインが2オーバーのままだったらの話ですけどね。その2オーバーのままだったら、5アンダー出しゃいいんじゃないかと。 諦めんなよと、私は激励したつもりだったんですけど、その声が届いたかどうか、わかりませんけどね、見てないだろうけどさ、私の動画なんか見てないだろうけれども、その思いが通じたのかね、4オーバーでしたけれども、なんとかギリ通過しました。ちょっとあの、ホールバイホール見てください。はい。さっき言った大久保ゆずきちゃんね、5オーバーだったんですけどね、7番のパー5でね、クアドラプルボギー。 4つ落としたんですよ。いや、これね、この後、まあ9番でバーディー取ってるのはすごいなと思うけど、いや、もうプレイすんのが怖くなっちゃうんじゃないかなと、私は想像してましたね。はい、あ。いや、プロテスト一発勝負ですから、これ落としたらと。いや、これね、かなりプレイはもうドキドキだったんじゃないかなと思いますけどね。で、 吉田凛ちゃん。まあ、グレーに塗ってありますけどね。吉田凛ちゃんと、あの、永田か田えちゃんは、あの、10番ホールからのスタートの選手たちです。まあ、俗に言う裏街道ってやつですね、はい。インスタートの方ですね。で、順調に伸ばしてたんだけど、やっぱり難しい17、18でね、落としてしまって。でも、後半で伸ばして、最後、9番ホールですよ。パー4。ここね、 あの、ピンの奥、2.5メートルぐらいにつけて、かなり左に切れるラインをうまく読んで、それをぶち込んでギリギリ通過したんですよね。はい。アーカイブ残ってるのでね、ぜひ見てほしいなと思いますね。ギリギリ通過しました。まあ、ね、昨日の動画はね、りんちゃん見てないだろうけどね。<laughs> まあ、思いが通じてくれたかなと思いますね。 インタビュー受けてましたけど、やっぱりご褒美は何がいいですかねと。プロテストを受かったご褒美は何かありますかねと。そしたらね、吉田凛ちゃん、ジャンクフードが食べたいですと。マック食べたいですと。我慢してたんだろうね。まあ何が食べたいですかとあの。テリヤキバーガーとか、あとポテトとか、コーラも飲んじゃおうかななんつってね。<laughs> 可愛いなと思って。 聞いてましたけどねあ。我慢してたんだよ、多分ね。やっぱりジャンクフード体に良くないです。あの、アスリートにとってはね。うまいけど。あのね、太るものってうまいんだよね。まあ、これがもう落とし穴でね。やっぱりね、アスリートはね、危険な食べ物です、ジャンクフード。うまいんだけどね。あの、油分、油身はやっぱり太るじゃないですか。でも油身はね、 うまみなんだよね。太るようにできてんだよ。でも太るやつはうまいんだよね。これどうしようもないんだよね。もう、私もね、負けてしまってね、なかなか痩せないと。まあ、それはね、ありますけどね。まあ、でも可愛らしいじゃないですか。ずっとね、プロテストのために、あの、好きなものを我慢してるっていう選手もいると思いますよ。はい。それから次見てください。 はい。次ですね。古谷翔歌ちゃんです。赤線引っ張っときました。ここまでですね。20位タイまでだから、ここまでです。まあ、古谷翔歌ちゃん。まあ、何度も言ってますけど、ティーチングプロです。ティーチングプロは、まあ、3年ぐらいかかって、ようやく受かるっていう。あの、三浦桃花ちゃんとかもそうですよね。3年かかって、ようやくプロテスト、プロテストというか、あの、ティーチングプロの試験を A 級ライセンス取ったという選手ですけどね。 まあ、毎回言ってるけども、あの、ゴルフサバイバルっていう BS の番組、テレビ番組があるんですけども、それで、決勝の9番ホール行く前に、8番ホールで、ホールインワン相手にされてしまって、負けてしまった伝説の女です。で、今日言ってましたね。あの、なんかこう、はーっていう感じですよね。インタビュー受けてても。もう、かすりもしないと思って、もう帰り自宅してたと。 まあ、2オーバーだったから、ほぼ,ほぼオーバーは無理だろうなと思ったんでしょうね。で、私がね、こう、いろんな選手のインタビューを聞いてて、一番、あの、この古谷翔果ちゃんのインタビューが心に残りましたね。何かっていうと、先ほども言ったね、自分に対してご褒美はありますかと。なんか、これを食べたいとか、何か買いたいとか、なんかご褒美ありますかと。その質問に対して、 さっきはね、吉田凛ちゃんは、あの、可愛らしかったじゃないですか。ジャンクフード食べたいと。我慢してたんだろうなと思わせる、あの、一言でしたよね。古谷翔果ちゃんは何て言ったか。この一言がもうプロテストの厳しさを物語ってるなと痛感しましたね。もう、テスト受けなくてもよかったのが一番のご褒美ですと。いや、もう何か食べたいとか、何か買いたいとか、そういうんじゃないんですよ、ね。 もうテスト受けなくてよくなったと。ティーチングプロの資格も取ったし、ツアープロとしてこのライセンスも取ったし、これでもうテスト受けなくなってよかったと。ね。いや、これはすごく大きいことだと思いますよね。いや、びっくりですね。まあ、4オーバーって言うとね、ちょっとどうなのっていう人ももしかしたらいるかもしれないけど、もう受かりゃいいんです。受かりゃね。 はい。で、まあ、青木かな子ちゃんもインタビュー受けて、やっぱり可愛いね。青木かな子ちゃんもね。まあ、身長高いのでね。あの、原エ理カちゃんタイプですよね。なんとなくね。はい。まあ、それから、手塚雅美選手も受かりました。水木遥かちゃん、4オーバー受かりました。まあ、ちょっとね、あの、ホールバイホール見てください。 はい。古谷翔果ちゃん、10番ホールからスタートしてたんですけど、順調に伸ばしてたんですよ。4ホールで3バーディー取ってね。よし、県内に入ってきたと思ったら、その後2つ落として、4オーバーのまま、あとハーフもあらなきゃいけないと。全部パー。なんとか耐えて、ギリ通過。でもこの時は、まあ、ダメだろうと。もうかすりもしないと言ってましたね。だけど、あの、待ってる間長かったけど、受かったと。 もう、ーオーバーまで落ちてきたと。ね、青木かな子ちゃんも、ね、ドキドキしながら、あの、YouTube のライブ配信見ながらね、あ、この子が落とせばっていうかね、あの、まあ、人が落とすのを願ってはいないだろうけど、もしかしたらこの子がも、あの、ね、難しいホールでボギー言ってば、私も、もしかしたら受かるかもしれないとか、そういう感じで見てたそうですけどね。はい。そして、やはり、人気の、 むぐるまひなのちゃんですね。5回目です。5回目でようやく受かりましたね。18番映ってたけどね、あの、この18番のボギーでね、あのがっくりした顔で、なんかこう、ダメだった。いやー、私もう終わったわーっていう感じのね、あの、 ババサキちゃんほどじゃないけどね。ババサキちゃんって、あのー、うまくいかなかった時、本当に漫画みたいな悔しがり方。あ、ダメだと。もう絶望的なね。漫画みたいな、こう、悔しがり方するんだけど。まあ、そこまではいかないんだけど、ムグルマヒナノちゃんも。ああ、終わったわ。私、もう一年間無駄にしたわ。みたいな感じの表情はしてましたね。多分この時分かってなかったんでしょう。受かったのね。はい。5回目です。 マサダユメロちゃんも5回目で受かったんですよ、去年ね。マサダユメロちゃんもう受けたくないって言ってるもんね。どんだけ厳しいかわかるでしょ。まあ、受けたいって人いないだろうけどね、1回受かったのはもう嫌だと。<laughs> みんなね、思うでしょ。もう嫌だと。それから私は、宮古コレイカちゃんと、この平塚アム,アムちゃんはね、もう、プロテスト免除でいいと。ずっと言いましたけどね。 いや、結構辛かったでしょうね。前半一つボギーが先行してからの7番のダブルボギー。ショットが全然うまくいかなくて、もうくじけそうになったと、インタビューで言ってましたね。もうボロボロ泣いてましたね。いや、このインタビューをね、見てね、私このインタビューの時にね、休憩室で一人だったんですよ。 私ももらい泣きしましたね。ボロボロ泣いちゃってね <laughs>、まあ。この子はもう免除でいいよってずっと言ってたけど、やっぱりプロテスト、まあそういう風に私は言ってますけど、そんなに簡単にね、JLPG の方がそうやってなんかこうルールを変えるってことは多分しないだろうから、まあしょうがない。もうここで自力でね、勝ち取るしかないという感じだと。 思ってたんでしょうけれどもね、二つダブルボギーがあっての、まあなんとかね、まあ応援してくれてるあの人たち、仲間、それからスポンサーさんとかね、ファンの方たちの支えがあってここまで来たんだからと、なんとか踏ん張れたと。ねえ。あのダイスっていうあのダンスユニット、あの歌手のう、まあ歌いながら踊ったりする男の子たちのグループがあるんですよ。 有名な曲が何曲もある。この人たちの歌が好きです。その歌にすごく救われたと言っていましたね。私のチャンネルがすごい、あの、銀盾てもらうようなね、もう何十万人も登録するような、あの、いいチャンネルであればね、ドッキリでも仕掛けたいなと思うんですけどね。平塚アムちゃん読んでね。 で、私と一緒に歌を歌いましょう、つってね。歌を歌い始めたら本物が来るみたいなね。キャーつってね。<laughs> まあそういうドッキリをね、仕掛けたいなとかってね。この時思いましたけどね。いや、泣いた。休憩室で一人で泣いたわ、もう。ほんと。ね。ボロボロ泣いちゃったよ。このインタビュー見た時。まあ皆さんも YouTube 見てください。平塚あやもちゃんね。痩せたね、平塚あやもちゃん。 あの病気でね、あの薬の副作用でね、こう、顔がパンパンに腫れ上がっちゃうっていう時期があってね、もうアンパンマンみたいな顔になっちゃった時があったんですよ。で、元がね、顔が可愛いから、まあ、そんなパンパンになってもね、元々不細工な子からしたらね、まあ、この薬の副作用がなかったらまたね、可愛い顔に,顔に戻るんでしょ、あんた、とかってね。あの、焼き餅焼きそうだ。 あの子ですけどもね。まあでも、本人は辛かったでしょうけども、頭が痛くて痛くて、もう頭が勝ち割れそうなぐらい、あの、痛くて、初めての、ね、プロテストも受けられなくて、落ちてしまってね。で、その時、まだね、あの、ルールが変わる前だったから、あの、最後、もう QT 受けられたんですよ。プロテスト受かってない子も、プロ、あの、 QT が受けられた時だったんで、で、受けようと思ったけど、まあ、病気が発生してしまってね、入院しなきゃいけないという時期だったのでね、もう、ふん続きでね、もう絶望の中、もう何年もプロテストも受からず、ね、まあ、あの、一般の方にね、 あの、ゴルフを教えながらっていう、あの、仕事をしながら、ゴルフの仕事はずっとしながら、プロテスト受験してたんですけど、なかなか受からずだったんですけどね。ようやく受かりましたね。はい。よかったです。で、よくない方。この赤線から下ですね。私、橋本瑞木選手のスイング好きなんですけどね。ちょっと一打足りなかった。 飛ばしや松山里奈ちゃんも受からなかったですね。残念。そして文ちゃんも受からなかったんだよな。また文ちゃん痩せたのかな細くなったよね、またね。もともと細い子だけどね。はい。残念でした。一打で落ちたっていうのは本当辛いよね。一打の重みを痛感させられたんじゃないですかね。去年の寺岡さやかちゃんもそうだったでしょう。多分ね。一打差で落ちるのは本当辛いと思いますよ。あの時のこの パッドがとか、あの時のこのショット、マネジメントがこういう風にしてれば、無理しなければ、でね、いろいろ後悔することが頭に浮かぶと思いますよ。それから次行きましょう。はい、こちらもそうです。トップ通過だったね、寺岡さやかちゃん。日本女子アマ取った選手です。だけど、日本女子アマ取った、飯島さおりちゃんと、鳥居さくらちゃんが、 二人とも落ちました。飯島沙織ちゃんは、まあ、一打差ですね。鳥居桜ちゃんも二打差で落ちましたね。それとびっくりしたのが、肘型優香ちゃんです。3アンダーだったんです。3アンダーから、最終日、大叩き、80叩いて落ちました。8オーバーです。はい。この子心配だなぁ。クラブ握るのが怖くなっちゃうんじゃないかなぁと。 私は心配しております。おにしゆりちゃんの2年前みたいに、おにしゆりちゃんね、2年前のプロテスト、最終ね、あの、プロテスト、イーブンパーだったんですよ。で、合格圏内で。で、でも2年前だから同じこの大洗いですよ。で、合格圏内だったんですよ。で、最終日、80叩いて。75でも受かったのに、 もう80っていう大叩きをして、もう受からなかったんですよ。まあ、こんな感じでね、最終日大叩きしてあ落ちてしまった子っていうのがちょっと、あの、精神的なね、面で、あの、心配な面はあるかなという感じですね。ちょっともう怖くなっちゃうんじゃないか。また最終日みたいな感じでね、ふっと頭をよぎるんじゃないかなと。 まあだからメンタルトレーナーみたいな感じでね、そういったのを受け、受けることも、まあ考えた方がいいかもしれないですよね。はい。それから可愛い上野日向ちゃんも落ちちゃったんだよね。私この子はね、可愛いから、刃が笑うと可愛いんだよ。この子はね。はい。可愛い可愛いばっかり言ってるけどね。他の選手もね、まあ残念ながら落ちてしまったんですけど、次。はい。松原シアちゃんも落ちましたね。 まあこの子もね、初日80叩いて大泣きしたそうですけど、あと残り3日間で、なんとか取り戻せばというところまでま、2日目良かったけど、3日目でね、また大きく落としてしまってのね、不合格でしたね。はい。岩井姉妹と同じ埼玉境の中沢るなちゃんですけど、3アンダーでしたけどね。まあ 3日目までがちょっと、もうちょっとでしたよね。はい。それから、その次も見てください。はい。まあ、しぶこちゃん関連といつも言ってましたけどね。一人は受かったんですよ。ねえ。一人は。まあ、あの、尾またゆずはちゃんってさっき紹介しましたけどね。この子は受かりましたけど、もう一人の手塚彩香ちゃんが落ちてしまいましたね。まあ、あの、い、人、 一日だけこう大きく落としてしまってとかそういうんじゃなくてね。まあ、二日目三日目。まあ、良くてイーブンだったということなんでね。ちょっとね、もうちょっと上げていかないと厳しかったのかなという感じですかね。でも、ね、難しいコースだからね、しょうがないですよね。それともう一人、渡辺しおりちゃんですね。はい、渋子ちゃんと同級生、作業高校です。残念ながら。 落ちてしまいました。三日目が惜しかったよね。はい。それからその次も見てください。はい。まゆぞー枠イマゆちゃんが落としてしまいました。で、ね、イーブンパーで合格というところだったんですけど、最終日、ファイブオーバーと、落としてしまいましたね。まゆぞーもね、前ビネクストヒロインでは、 ね人気の選手ですけど、なかなか受からない。それとも一人、私の大好きな、おにしゆりちゃんが。ねえ、二日目だけなんだよな二日目だけなんだよ。さっきも言ったけどね、おととし、この大洗いですよ。ここでね、最終日お叩きしたんですよ。80叩いて、落ちてしまったんですけどもね。その、おにしゆりちゃん。 二日目にそれが出てしまって、残りの三日間はそれなりにまとめてたんですよね。悪くてもワ,ワンオーバー。ねまあ良くてもイーブンだけど、悪くてもワンオーバーで抑えてたのに。ね第二ラウンド二日目だけです。こういうのが一日あると、まあ大きく伸ばせるー日がないとね、挽回できないという。まあちょっとね、 あの、受かった選手はおめでとうなんだけれどもね、やっぱり応援してる選手もいたから、その、その選手たちが落ちてしまったのは本当悲しいですよね。まあ、なんか、あの、受かって嬉しい、嬉しい涙と、で、悔しい、悔しい涙と、でもテレビカメラはその悔しさで涙を流してるところは、さすがに追っかけづらいと、映さないというのはありますから、落ちた選手、 泣いてた選手がほとんどだったんじゃないかな。悔しくて悔しくてね。はい。おにしゅりちゃんどうかな神どうぞの選手がね、9回目でようやく受かりましたけど、おにしゅりちゃんの1個上の先輩ですね。歳は。なので、来年どうするんだろう。まあちょっとくじけてしまって、このまま、あの、プロテストは、 ってどういうふうにあのゴルフと向き合うのかちょっとしばらく考えてからまたあのメディアの方に出てほしいなと思いますね、はい、井上徹コーチのところの YouTube チャンネルでも出てくれるのかなそれからあの4アンダーっていうチャンネルがあるんですけどそちらにもねあのヨーロッパツアー挑戦してるところ自分で自撮りしてねそういう動画出てますけどね どうするのかなとまあ自分の気持ちの整理がついたらねそういったところにも出てほしいかなとは思いますね今の気持ちみたいなのはね整理ついたからお話ししますっていう感じでねはいしばらくはもう考えたくないでしょうけどね悔しくてねそれから次行きましょうはいほらね横山鈴菜選手まあレギュラーツアーの方でねアマチュアローアマ取ったりとかしてる選手 もう15オーバーとこういう風になってしまうわけですね。それから男子ツアーに出場権が、まあ、出場権を獲得した寺西光選手もね、飛距離は十分なんだけども、なかなかうまくはいかなかったようですね。はい。去年1打差で落ちた鍋島カエラちゃんも、去年1打差で落ちただけなんですよね。1打差で落ちた鍋島選手も、今年は17オーバーと。 まあショットの調子がね、悪いときにプロテストが来てしまうと、こうなってしまうと、ね。はい、それから最後ですね、はいまあ、渋子ちゃんと同級生、作陽高校の金城真奈選手も18オーバーと、去年1打差,1打差で落ちた蔡丹林っていう選手ですね、まあ、あの中国の選手でしょうけど、まあ、台湾か。 まあ去年1打差で落ちた選手ですけどねまあうい選手だなと背も高くてね上手い選手だな,と,、ね、手手だなと思ってたんだけど今年は19オーバーそして長野実里ちゃんですよ、まあ、途中で棄権してしまいましたねやっぱり右足の痛みをこらえながら痛み,だ痛み止めを服用しながらのねプレーはちょっと厳しかったようですね、まあ、体が万全であれば まあ、アメリカの株ツアーでね、まあ、少ない試合数なのに、まあ、38位までランキングを上げてきた実力は、まあ、発揮出せずできずに、まあ、あのちょっと体の痛みに耐えきれなかったという感じで終わってしまった感じですかね。はいまあ、ショットがこう調子悪いとか、まあ、そういった感じのことではないのでね。 それでアメリカツアーの予選会二次予選もまあ途中からちょっとおかしいなっていう感じになって棄権しましたけどねどうなんだろうまああのショットが悪い悪くてあのダメだっていうわけではないのでねまあこれからまたまあ1年待たなきゃいけないけれどもでもまたあれじゃないですかねあのエプソンツアーの 方には出る資格はあるんじゃないかと思うのでね、まあ、そちらに出てまたあの1年待ってねそれで受けるという形を取るのかもしれないですけどね、まあ、調子があの悪,す悪すぎてダメだとかってそういう話ではないのでね、まあ、そういう調子が悪い選手で受からなかった人とかもいるだろうけどね。 アメリカツアーでも、まあ、下ツアーとかでも頑張ってた山口鈴香ちゃんも、ショットの調子がうまく、あの、噛み合わなくなってしまって、プロテストをなかなかその後受けら、あの、受けてもね、受からなかったっていうね、は、ことを話してましたけど、まあ、一旦そうなってしまうとね、やっぱりゴルフって、まあ、そんなにすぐにポンと良くなったりするもんじゃないのでね。まあ、それはなぜかというと、野球みたいに人が投げるボールを打つわけじゃないのでね。 止まってるボールじゃないですか。だから、ものすごい精度を求められるスポーツなんで。だから調子悪くてもね、野球みたいに相手のピッチャーが打ちやすいボール投げてくれれば打てたりするでしょ守ってる守備の人の間抜ければヒットになるんですよ。いい当たりじゃなくてもね。でもゴルフ違うんですよ。自分で止まってるボール打たなきゃいけないから、もう全部自分にかかってくる。自分がミスしたら、 そのミスを補わなきゃいけないのも自分だし、ペナルティを背負わなきゃいけないのも自分だしね。全部自分なんですよね。ミスショッとしたら、そのミスしたところから自分が何とかパワーを取らなきゃいけないと。いうのを全部自分で補わなきゃいけないスポーツなのでね。一旦狂い出すともうなかなか上に上がるっていうのは難しいスポーツの一つですよね。はい。 いや、いろんな選手がいてね、インタビューも面白かったなと。あの、吉田凛ちゃんがね、ムグルマひなのちゃんとね、受かったーと言ってね、あの写真撮影の前にね、なんかこう、話してたのが印象的でしたね。それともう一人、あの、ムグルマひなのちゃんと、あと、宮古玲香ちゃんね、抱き合ってました。はい。かわいいなと。間に挟まりたいと、思いましたけどね。 いや、みんなね、おめでとうってね、言いたいですね。直接言えないけどさ。はい。まあ、あの、吉田凛ちゃんがね、あの、やっぱり、どんな選手になりたいかという質問に、古江彩香さんですと。もう間髪入れずに答えたんですよ。ああ、お姉ちゃんじゃないんだと。<laughs> まあ、お姉ちゃんも、あの、影響力のある、あの、感謝しかない。 あの、存在だとは言ってましたけどね。まあ、お姉ちゃんにすぐ連絡して、もう返事がすぐ返ってきたそうですよ。まあ、吉田凛ちゃんも、あのー、今回ね、とうとう出られなかったから、もう来週のロッテ選手権、ハワイで行われるロッテ選手権出ます。で、ロッテ選手権の日程が水、水木金銅なんですよ。木金銅日じゃないんですよ。水木金銅です。なので、まあ、あの、いち早くね、もう、あの、 ハワイの方に飛び立つということでね。まあ、リンには会えないと。だけど、今度帰ったら、プロゴルファー、吉田リンに会えると。この妹君に会えると。妹君とは言わないか。妹に会えると。プロゴルファーの妹に会えるというのが楽しみだと言ってましたけどね。吉田リンちゃんもね、まあ、ちょっと半ば諦め気味だったようですけどね。あの、青木加奈子ちゃんみたいに、あの、あれですね、 あの、YouTube 見てなかったそうですよ。はい。あの、青木かなこちゃんは YouTube のライブ配信見ながら自分がどうなるかなと。あの、カットラインが落ちてこないかなと見てたそうですけど、吉田凛ちゃんは見てなかったそうですね。ダメだろうと思ったんでしょ、多分。だけど、お父さんから連絡来てね、あの、大丈夫だったよ、ということでね、あ、受かったんだ、みたいな感じでね。はい。ちょっとギリギリではあってもね、 受かったことに変わりないんですよ。トップ通過しても、ギリ通過しても、今後活躍するかどうかは本人次第ですよね。はい。まあ、ちょっとね、いろんな選手がいたのでね、ちょっと、あの、嬉しい反面、ちょっとここぐる心苦しいっていうのも、ちょっとね、応援している選手、受かった選手と落ちた選手いるのでね、ちょっと心苦しいなという面もありますかね。 はい。それでは、コメントを少しいただいたのでね、読め、読まさせていただきたいと思います。えー、最初、ジュリーさんっていうのかな。えー、上が落ちれば、下は持つと無理ですよ。もっとか、持つと無理ですよ。えー、50以上回っているけれ、回っているけど、大洗カントリー甘くないよ。うん。これね、 あの多分私よりもかなり年上の方だと思います小さい「つ」が打てないっていうことは多分そうだと思います <laughs> はいで人生の先輩に対してあのねこういう言い方は申し訳ないとは思うんだけどあえて言わせていただきますはいあんたと違うから申し訳ないけどあんた今プロテストを受けようと思って必死で毎日練習してる方ですか 50以上回ってるって言うけれども、この子たちさ、徳永愛美ちゃん今日6アンダー出してんですよ。いや、それ以上に成績いつも出してる選手落ちてるんですよ。だけど、時にはすごいスコアで回ったりもするんですよ。毎日、人生をかけて、この子たち、あの、一生懸命練習して、まあ、 あの練習だけじゃなくてね試合でもいい成績残したりしてるんですよビッグスコア出したりもしてますよ落ちた選手でもねだからまあ徳永歩ちゃんみたいにシッスアンダー出せる実力も持ってるんですよ下の選手でもね受からなかった選手まあ10オーバー叩いちゃったとかねあのね十15オーバーで4日間終えてしまったとかね まあカットにはならなかったけどやっぱ全然ダメだったとかいう選手でもまあある時には調子よくてまあすごいスコアで回ったりすることもできるあの上手な選手たちですよここに来てる選手たちね今回はダメだったけどもで結局上落ちたでしょまあ甘くないっていうのは正しいと思いますあのジャンボさんでも大たたきしたこともある もう魔物が住んでるとも言われている大笑いカントリークラブですからそれは分かりますだけどやっぱりねあの下はもっと無理ですよとね50回回ってるけどあ,あなたプロを目指してる方もしくはプロの方で思うんだけど多分プロの方ってこんなところにコメントしないと思うんですよね だから、プロの方じゃないと思います。下はもっと無理ですよって。下の人でもね、ビッグスコア出せるような実力を持った人、ゴロゴロいるんですよね。その辺は間違えちゃいけないと思いますね。今回はダメだっただけで。だから、去年1打差で落ちた選手も下の方にいたでしょだから違うんですよ。下はもっと無理で、今回はそれまでが下だっ だというだけでねいやそうじゃないんじゃないのと。で結果的にボンとスコア上げてきてねあのもうちょっと上位に食い込んだりっていう選手もいたりすればああ成績いいなとかってただそれだけで終わらせてしまうでしょだけど違うんですよだから今まではそうだったけどだからギャンブルでもそうでしょ競馬とか競艇とかね競輪とかねオートとかそういったのも この選手、これまではこうだったよね。だから、この選手買おうとかね、この馬買おうとかね、なるでしょ。で、結局外れちゃったりして、あのとんでもないあの思いもしなかった人が来たりあの、馬が来たりとか、それで外れる。うまくできてますよね、ギャンブルってね、こうギャンブルとかっていうのは。一番儲かるのは主催者ですからね。<laughs> まあ、集まったお金の何割か全部必ず取るんだからね。もう不成立 あの競技がね不成立じゃなければ必ず儲かるようにできてるのが怖いうギャンブルですね。はい、かける方はねうまく儲からないようになってる。だからそういう予想が外れるっていうのは、まあ、人間あるんですけどもでも大体今まで通りいけばっていうふうに考えるのが人間ですよね。だけどまあ何度も言いたいあのそうじゃないと。ボンとビッグスコア出してね滑り込んで。 ギリギリ受かっちゃうっていう人もあの出てくることもあるんでね。応援してる選手にそれを期待するっていうのはもう大いにあの応援してあげてくださいと言いたいですよね。だけど、心ない言葉、下もっと無理だよと。上が落ちるんだったら下ももっとダメでしょう。っていう言い方はとても失礼だと思います。あなたより必死でゴルフやってんだよ、この子たち。 やめてほしいなだって小さいツム打てない人に言われたくないもんだって <laughs> 申し訳ないけどねやり方が分かんないとかしょうがないじゃないかだったら検索してくださいよ誰かに聞いてくださいよそれぐらいできるでしょうというね失礼なことを私も言いましたけれどもねでもそう思いますやっぱりね下の順位が下だった今回ね 順位が下だったた選選手手もすすごくあのうまい選手たちですっていうのはもうこれは明らかに言えることです。今回は悪かったけれどもね。はい。ということですね。それから五右衛門さん。プロを目指す選手たちの情報って少ないのでこういった動画は大変ありがたいですが、こちらもね、あのー、なんか親心で見てしまってね、あのー、頑張ってくれと。みんな受からせてあげたいけどってね、なんかこう、 私も早く結婚して、早く子供を作っていれば、これぐらいの娘がいてもおかしくないのでね、やっぱりね、親心でね、もう、ある人の時にはもう、緊張するしね、んなんかこう、目頭熱くなって、うるうるしてしまったりとかもしてしまいますよね、もう心が動かされる。応援していた大村選手、ああ、大村選手、残念でしたけどね。 今年の挑戦は終わってしまいましたが、去年1打差で落ちたんでね、大村選手もね。本人が来年も挑戦するなら私も応援し続けます。まあ、ぜひお願いしたいですね。まあ、こういうあの応援するっていう人たちがいてくれるからこそあの、頑張ろうと、くじけそうになっても頑張ろうという選手たちがいっぱいいますからね。りょうさん、は来年もプロテストの動画配信よろしくお願いします。まあ、元気だったらね。<laughs> 私も倒れたりすることもあるから分かんないですけどねあの何とか元気だったらあの続けようとは思っていますねはいはいそれから竹ホットマン、まあ、また小さい2打てない人竹ホットマン2さん、えー、お笑いのコース非常に難しいコースと聞いているので聞いてあるので 上位に来ている選手の顔ぶれを見ると、やはり実力のある選手ばかりだね、応援している眉蔵も、今の位置が実力なんだろうね、なんとか通ってほしいとは思っているが、うん。もうね、頑張ってたけどね、ちょっと今回も残念だから無理でしたけどね。まあ、眉蔵人気あるよね。なんかね、なんかあの、なんかいい子だよね、この子ね。鼻くそついてたりね。<laughs> 鼻くそついて鼻くそ、ね、ついてるかもしれんとか言ってね優勝争いだからテレビに映るのに鼻くそついてるかもしれない私とか言って <laughs> まあ可愛いんですよねはいそれからこの方なこれ前もあったよねな,なんて読むんだろうこれちょっとまあまあいいや <laughs> すいませんねなんだっけこれこれなんて読むの検索すりゃいいんだよねこうやってね Google 様に聞いてね。はい。これ何、何たまたままりまり9な何て言うのたまたまでいいか。<laughs> なんかちょっとエロい感じになっちゃうけどね。たまたまって言うとね。はい。例年よりスコアが全体的に低いのではその例年はいつの話をしてるんでしょうか去年違うコースですけど。ねえ。 去年あれですよ。あのー、2023年って、あの、岡山でしょで、一昨年は同じ大洗いです。一昨年受かった選手を覚えてますかトップ通貨神谷そらちゃんです。10アンダーです。で、カットラインが3オーバーです。今年、3オーバーの選手いないんですよ、一人も。一人もいないんです。私が表を作った、これ見てください。 神、はい、どうぞの角川選手が、えー、あ、か選手が2オーバー、その下が3オーバーがいなくて4オーバーですから、ね、大体いいそんなもんですよ。全体的に低いのではと言っていますけど、何と比べてたんでしょう、どういう記憶をたどったんでしょうか、ちょっと分かりませんけどね、お笑いってこんなもんです。<laughs> そ,そんなもんですね。はい 一昨年、同じ大洗いで3オーバーがカットライン。今年は4オーバー。3オーバーがいなくて4オーバー。それに、天候、風の強さ、それからピンの位置とか、あのー、芝の長さとか、まあいろいろな面で、まあ自然とね、戦うわけですから、同じコースであっても状況は違います。なので、 スコアが変わるのは当然ですよね。はい、あの選手の,あの実力が低くなったのではとか言いたいのかな分かんないですけどね。まあそれは一概には言えません。その調子の,あのその選手の調子の波というのもあるしね。じゃあこの大会で受かった選手はあの受からなかった選手よりも上手いのかって言ったら。 今回は合格したけれども、じゃあうまいか下手なのかっていうのはもう決められないですよね。同じぐらいうまいとか。増田夢のちゃんのインタビューでもありましたよね。私ももう受けたくないけれども。でも、私も5回目で受かりましたと。で、あれですよ、あのー、結構うまい選手が落ちてると。本当にゴルフ上手なのに、私の周りでも落ちてる選手がいっぱいいましたと。 いうインタビューがあったんですよそんなもんでですすよそなもね一発勝負だから。だから救済措置じゃないですけどね救済するわけじゃないんだけれどもいろんな案を他の動画でねまあ以前出した動画で言いましたポイント制にするとかねもうちょっとこう何試合か戦っての,あの合格に決めるとかね、まあ、いろんなアイデアを出したんですよ。 そのアイディアがいいか悪いかは、まあ皆さん判断,して判断していただきたいんですけどね。あ、その案いいねとかっていう人もいるかもしれないし、いや、今のままでいいよとか。今の状態で受かった選手が応援している選手だったら、今のままでいいって思うよね。はい。だからもう、今回受かった、あの、平塚亜美ちゃんもね、インタビューで言ってました。ここだったから。 この難しいコース大洗いであったからこそ今回受かったのかなとかって言ってましたねもうショットが崩れてどうしようもなくなっちゃったんですって前半もうくじけそうになったとまあそれがあったんでやっぱりみんな落としてくれたからギリ通過できたというのもあったんでもう、まあ、ここじゃなかったらまた落ちてたかもしれないというのは言ってましたねだから今のままでいいっていう人もいるでしょう だけど、まあ、本当に強い選手を受からせてあげたいっていうことであの違う意見を出す人もいるかなと思って私も一生懸命ね考えながらいろいろアイディアを出した動画があるんですけどまあ概要欄見てください、はい、もうすでに見たよって方はねあのもう一度見返してああこの案はだめこの案はなかなかいいんじゃないと使えそうな案だねとかってね思ってコメントしていただければなと思います はい、どこまで読んだっけあ、ここか。えー、ササーさんでいいのかな応援してる選手が軒並み圏外でつらいっす。もうつらいよね、応援してる選手がね、あの下の方だとほんとつらい、私もね、鬼しゆりちゃんにはね、この YouTube チャンネル応援してくれてたんでね、あのスマホの中にはね、鬼しゆりちゃんのライブ配信、インスタのライブ配信でね、私のチャンネルのことを言ってくれてるね、映像がね、未だに残ってます。 時々見てニヤニヤしてますけどメディアブルで出しちゃうかな小西ゆりちゃんにあの相談もなく <laughs> それはまずいかなまあ有料のね配信だからあのそっちはね、まあ、出しちゃっても怒られないと思うけどねはい涼さんの力強い叱咤激励感銘を受けました選手に届いてほしいですね届いた選手もいたかなと吉田凛ちゃんには届いたかなとかって思いたいのよねはい えっと、それから、たまさん。たまみさんっていいのかな。YouTube でライブ配信してます。今見てますとね。ねいいですね。私もね。仕事が休ん、仕事、ずる休みしてね、見たかったね。本当はね。もう、でも、今日はね、ちょっと忙しい日だったのでね。会社には、もちろん行きましたけどね。それから、イサーオーマットさん。ムグルマさん、第2ホールのボギーが痛いな。昔、あみんなが取ってるので、なんとかあとは頑張ってもらいたいと。 ね、最後のボギーもね、あの、セカンドショットが奥いっちゃってね、で、まあ、あれ、フライヤーしたのかな、まあ、あの奥からのアプローチがよらずにね、ボギー言っちゃったんですよ、最後のホールね、18番ね、あそこもね、もったいなかったですけど、あの時のがっかり感、私、ダメだったかも、ダメかもと。 また一年か、みたいなね。そ,そ,そんな、こう、ショックを受けたような表情をしてましたね。そんなに大きな、あの、表情の変化はなかったですけどね。そんな表情に私は見えましたね。心の内はそんな感じで思ったんじゃないかな、と。そういうふうに見えましたね。はい。えっ、ー、と、ササーさん、えー。リョウさんの諦めんなの言葉が通じましたかね、多くの選手にと。うん、だといいんですけどね。 まあ見ないでしょ。この、この、この動画は見ないでしょ。もう知らんおっさんがね、喋ってる動画なんか誰も見ないですよね。はい。鬼しゆりちゃんぐらいですよ、見てくれるのはね <laughs>。はい。ミリーンメロンさん。えー、ムグルマ選手と、えー、と、吉田凛ちゃん。合格して本当によかったです。青木選手も加えて3人で崖っぷちトリオを結成してほしいですね。えー、崖っぷちではないよ。あ神どうぞのねえ、 川澄選手見てくださいよ。ね9回目ですよ、ね。まだ上には上がいます。はい、リンちゃんの今日の上は可愛かったの。あ可かかったね。本当。昨日の亮さんは暑かったので通じたかも。<laughs> 暑かったですか。そっかな、はい。いやでもね、親心だよ。本当に、ね。若い娘たちが頑張ってるっていうね。それからケントサーさん。 はい、最終日配信見てました。えー、吉田凛ちゃん最終ホール上からの難しいフックライン。ね難しかったと思いますよ、あれはね。4メートル、4メートルはないよ。2.5ぐらいでしょ。あの、取りに行った時の歩数数えてみてください。4歩でした。吉田凛ちゃんの歩幅で4歩、4歩です。大股じゃなくて普通の歩くあの歩幅で4歩です。 大体人間が普通に歩くと、まあ、身長差とかもあるけどもね、だいたい60センチ前後ですよ。で、吉田凛ちゃん背が低いから、もうちょっとあの歩幅がね、狭いと思うんですよ。で、普通に歩いてパッと打って入った、それから4歩でカップインしたボールを取りました。4歩ってことはまあ、60センチ1歩あったとしても、6、4、24歩でね、2.4でしょ ?4 メートルはない。1歩が1メートルと勘違いしてません 1, あの1メートルメジャーで測ってみて自分で1メートル歩幅こう左右足広げてねあのつま先からつま先まででいいからあの1メートル測って大股開きでこう1メートル足開いてみてください結構開くよ結構1メートルってこんな長いんだと思うよだから大股開きで細くするとき、だいたい私足短いんで9 0ンチです目いっぱい開いてね 1> 1, 2, 3ってこうすするじゃないですか。あの思いっきり大股開きであの歩いてそれが私の,あの中では9 0ンチ、1ヤードですで1ヤードってね 1m と1 0ンチ違うからね大きく違うんですよなので 4m はなかったはずですだって吉田凛ちゃんの4歩ですから歩いて4歩普通の歩幅で歩いて4歩で取りに行ってましたから 4はないよさすがに上からの下りだったからねフックラインだからあのカップにするまで長かったでしょ下りだからねだからちょっと長く感じたかもしれないけどそんなには長くなかったですね、はい、でも難しいラインであることには間違いながらよく入れたと思いますはいさすがですね 中盤2オーバー3オーバーの選手がそれぞれ2人とか少なくなってカットラインが1オーバーにも4オーバーにもなりそうな状況。そうですね。よく見てましたね。はい。緊張する場面でしたね。私もね。はい。なかなか、とうとうも見たかったしね。まあ、もう、アーカイブ残せよって感じだよね。まあ、こちらはね、アーカイブ残してくれてますけどね。私の思いが通じたのか。去年はね、アーカイブ残ってるから、今年はアーカイブ残さなかったらおかしいでしょね。 大荒れの17番18番、番、ホール、まあ、そうなんですよ。だから青木加奈子ちゃんもあれだったね1718難しいからあ,あ吉田凛ちゃんか言ってたの1718落としちゃったけどまあ難しいからねみんなも落とすかもしれないしというのは見てましたけどねそんな中六車選手が18番で3オーバーからボギーで1つ落としてカットラインが4オーバーになりましたとね はい、あそこでボギー打ったんですよね。村上ひなのちゃんがね。はい。がっくしっていう顔してたけどね。この時点でカットライン前後でプレーしているのが2人だけ。平塚選手も最後、なんとかパーで4オーバー、ここでほぼ4オーバーで決まりという感じでしたね。平塚選手はインタビューで号泣、思い残すことないかと言ってましたね。まだまだこれからですよと。ようやくスタートラインですからね。でも今まで苦労した分。 他の選手とは違う苦労をした選手ですからねあの実力あったんで中3であの世界を取って高3でステップアップ優勝してっていう順調に来てたのがもう病気で出られなくなってしまうというねプレーが調子悪いとかそういうんじゃないですね病気で出られないかったとねそういう苦労があった選手ですね ままあ辛かったと思いますよフオーバーの選手の中にはこのスコアでの合格恥ずかしいとあ恥ずかしいって言ったのは古谷翔歌ちゃんねものすごく嬉しいのとすごく恥ずかしいっていう言い方をしてましたねまあ確かに分かりますその気持ちはね、はい、受かれば2位も再開、えー、合格も一緒ですね受かあの同じですね同じですよモネちゃんもそうでしょ しぶ、ね、子ちゃんと同じあの90期生ですけどね、はい、まあそんないい成績でね受かったわけじゃないからねギリギリ通過っていう選手も多いですよね活躍してる選手の中にはね吉田凛ちゃんのインタビューもお姉さんの話とか興味深かったですねとね、はい、まあ,あのこういう選手になりたいって目指す選手目標とする選手古江彩佳さんって言ったら <laughs> ちょっとね うん、お姉ちゃんという名前を、ね、あの出してあげてとちょっと思っちゃったけどね、はい、まあすらしいですねまあ仲いいですよね兄弟姉妹がね、はい、まあ吉田りちゃんプロゴルファーになってでお父さんがやってる、ね、居酒屋さんでみんなで集まって飲み会をやりましょうか っていう話もしたけどね、あまりこう乗り気じゃないの人の方が多かったもんですからね。まあそれはね、オフシーズンでボツになりそうかなと。<laughs> オフシーズンにね、あのネタがなくなったときみんなで集まろうかと。このチャンネルを見てる方はね。はい。ね、なんか美味しい人気店らしいですよね、あの居酒屋さんはね。はい。それから吉田、えっ、ー、と、吉本さんでいいのかな。吉本慎吾さんでいいのかな、えー。えー、吉田凛吉田 ちゃん、ミラクルですね。途中経過で3オーバーがアンダーラインだったので、一度足りないかと思っていたので、よかったです。逆に、無グルひなのちゃん、途中経過2オーバーだったので、なんとか通るかなと思っていたら危なかったですね。でも、なんとか受かってよかったです。他、注目していた、宮古コレイカちゃん、荒木優奈ちゃん、古谷翔花ちゃん、受かってよかったです。涌井舞ちゃんは残念でした。マイナビで、マサダユメちゃんと争っていただけにと。 いただけにはちょっと, <laughs> ちょっと違う漢字の変換になっちゃってますけどねまあご愛嬌ですねはいこのは漢字の変換がねできるっていうのはもう画期的なねあのー、発明だとは思うんですけどね間違い変換がすごく多いんですよね私の昔の上司が言ってました「俺漢字全然読めない書けないんだよ」ってあの大学にも行ってな、ね、い考察の人なんですけどねまああのー なんか気に入られてね、どんどん出世してね、課長まで行ったんですけどね、あの高卒でね、まあ、その人が言ってました、俺、全然漢字読み書きできないけどさ、今、パソコン使えりゃ何でもいいんだよね、と。変換できるじゃないと。だから、変換したものが合ってるか合ってないか確かめられればそれでいいんだよ、と。もう、読み書きしろって言われたら全然読み書きできないけどね、今、パソコン使って何でもするからね。 俺みたいなバカでも課長ぐらいできるんだよねとかってね <laughs> 言ってましたけどね本当に漢字の,あの変換機能っていうのは素晴らしいですよねえっ、ー、とこれで最後かえっ、ー、とケントさんさんりょうさん配信のアンカイブアップされましたよはいありがとうございますあ見ました、はい、なんとかねこの後しぶこちゃんの動画もあの作っておしゃべりしたいと思いますので時間がある時にあの見ていただければと思います このチャンネルではこうしたプロの試合の解説の他にもね、いろいろな動画をアップしています。このチャンネルのアイコン、侍が100を切っているアイコンがありますけど、このアイコンをクリックすると、本の見出しみたいにね、いろんなテーマの動画をまとめてありますので、試合の解説以外には他にも、まあ、100切りを目指す方の参考になるレッスン動画などを実際に自分で試した動画とかね、話のネタになる豆知識とかね、 ランキングとか、まあ、他のツアーなんかもやってますのでね解説そういったのもありますのでよかったら見ていってくださいまあ時間ないから後で見るよっていう方はねとりあえずチャンネル登録だけしておいて後で見ていただければと思いますのでねチャンネル登録っていう下のボタンをねクリックしておいてくださいではまた「